自分の人生は限られてます。自分の達成した姿、自分ができている姿、自分が今まで一番ベストだった姿、それを瞑想しましょう。今の時代はですね、本当に何が必要としているのか、壁を突破する、パラダイムを変えることです。あらゆる既成概念を捨てる、努力イコール善、楽イコール悪、これを捨てる。38倍差がつくんです。 1% の差で。こういうマンツーマンセッションとかはこの業界の中で誰もやらないです。皆さんと直接話して、皆さんのその解決悩みをクリアしたいと思います。だからやるんです。必ず成功させたいです。成功させないで帰らせたくないですね。